どうも影げやんです今日はですねとにかく挑戦するということについてお話ししたいと思いますまあねあのー、そういうことですよねとにかく挑戦するというかまあ、挑戦するとちょっと大げさなことになるんですけどとにかくこうやってみることですよ何にしてもですねその興味持ったりちょっとやってみたいなって思うんであればですね、えー、どんどん挑戦していくこれこの姿勢っていうのがすごく大切やなと思って 思いますほんでね続かへんかったら別にやめたらいいんですよで嫌や,やったらやめたらいいしお金がかかってお金がないんやったらもうやめたらいいしほんで続けられそうやったら続けたらいいし続けたいと思ったら続けるべきやしそのえべきっていうことはないですけどその続けたらいいと思いますし続けて様子見ようと思うやったら続けて様子見たらいいし僕の場合だとねあのー、何かそのこうちょっとこうやってみるっていうことがあったちょっとこう様子を見ますね。その ちょっと実験的に考えるんですね。これをこう続けていった時どういう結果になるかということですね。でその物事の結果だけじゃなくて自分の気持ちもねどういうふうになるかなっていうのも見たりはしてますね。だからあのー 今年の初めからその僕はダイエットを初めてこうやっていったんですけどもその時はこう実験的な気持ちよりこう痩せてやるぞとで痩せてやるその痩せ,てる痩せていく経過をですねこういう YouTube に残していったろうと思って今こう1週間に1回ダイエット経過報告としてねこうやっててこう続けていってるんですけどもねやっぱりそういうね、あのー、挑戦することをこう やるっていうのはねすごくこうどういうんですかね、うん、喜びをこう覚えることができるというかねなんかその続続けけるること、えー、続けるは挑戦すすることですね挑戦して続けていって何か結果が出るとすごくこううん充実するというかね、うん、そのどういうんですかねまあ僕もいろいろこう やっていってているんでその挑戦するっていうことでグッとこう気合いが入るというかうよしやったるでっていうようなね気持ちになってこう。 挑戦していくっていうところがあるんでですねその挑戦して続けていくことが増えていくとですね、えー、その増えた量だけそのエネルギーを注がないといかないので自分のエネルギーを高めていく必要があるんですねで高めるための、えー、活動もしていかないといけないで高める活動として一番僕の中でやりやすいのは健康のエネルギーを上げることですねで健康のエネルギーを上げることで僕が結構その 上がががるる感じがすすのがジョギングですねやっぱりジョギングを今 5km 走ってるんですけどもあの週1回2回2回ぐらい最近は走ってる形をとってるんですけどもやっぱりジョギングをしたらやっぱりエネルギーは上がるというところがあると思います。ほんで昨日はですねちょっと涼しい関係もあってですねあの5 k ロ走ったんですけど何もほぼ疲れない。 疲れない状態でその後公園で,で空手の稽古をしたんですけどもいつもやったらバテバテでも肩ぐらいしか練稽古できないんですけども木は連続移動攻撃であったり、えー、立ち姿のその動きであったりとかで肩の稽古それを普通にちゃんとしてですねそれで、えー、いつもよりも疲れない状態。 になっているでもうちょっと走らなあかんのかなって思ったぐらいですねもうちょっと距離を伸ばすとまたそのエネルギー度が上がるということになるんでそのそれをしていくかなというところですねあとエネルギーが上がることで言うとですね自分の興味あることであったりとかその例えば仕事でこう必要なものであったりとかそういうものをですね、えー、勉強してその知識をこう上げる。で知識を上げることによってそれをまたその知識をこう 自分にこう入れますよねこうインプットしてでそれをまたアウトプットするというかその、えー、お客さんに、まあ、お話しすることもそうですけどもそれを使ってそのお客さんに喜んでもらう状態になったりする、えー、このサイクルを繰り返すとまたエネルギーが上がるこれは知恵のエネルギーなんですけどもこの知恵のエネルギーが上がるとだから健康のエネルギーと知恵のエネルギーだからインプットしてアウトプットするこの,この繰り返しをすることによってエネルギーが上がると。 と,いうところですねでこのね健康のエネルギーとか知恵のエネルギーを上げていくとですね感情のエネルギーも上がってくるんですね。感情がこういい感情になっていくということになります。ででいろんなこことがですねこう もちろん目の前ににってきますよね自分に困難が起こ起こってきます困難というかそういう壁みたいなものとかですね、えー、克服しないもんといけないものとかそういうことが起こってくるんですけどもね、えー、感情のエネルギーがね、えー、まあまあある程度上下したりもいろいろあることによってするんですけどもある程度ちょっと安定してくるというかその対処の仕方がこう覚えられてくるというところですね。でそういうういこことがこう できるようになってくるとですね、えー、さらにこう自分のエネルギーがまた高まると。でそれを高めるために一番簡単やったりこう感情のエネルギーを高めるために簡単なことはその、あのー、プラスの言葉をね、えー、自分で発するっていうことですね。ありがとうとかですねそういうこととかそういうものを 発しますで僕の場合だと「朝アファメーション」って言ってですね簡単なアファメーションなんですけどもそれをこう朝と夕方、えー、3時以降ぐらいにですね、えー、2回こう言うようにしてるんです、えー、そういうことをすることによってですね、えー、それがもう頭の中すり込まれていってもそのーえー神を見ないで,でねもう空で言えるんですね言える言葉が何個かあるっていうことですね。でそそういうういいここととをしていくとその色々こう 挑戦するんですけどとりあえず挑戦するということなんですけどその挑戦することが、えー、楽にも簡単にできるようになるほんでそれを続けるだけのエネルギーも保つことができるようになるだからそれがサイクルでこう上がっていくということですねだからいろんなものがこう一周こうぐるっとこう回りますよねそのエネルギーが回る。そのエネルギーがが回りながら 継続することによって、えー、らせ状に上に上げていく、えー、そういう状態ですねそういう状態を作り出していくとどん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 挑戦もできますし、えー、いいサイクルが出来上がっていくということです。もちろんあのいろんな問題困難は起きます。多くいるんですけどもそれを対応する、えー、能力というか、えー、そういう感情が作り上げることができるようになってくるということですね。ということで今日は、えー、挑戦するということについてお話しさせていただきました。 では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。